皆さんこんにちは、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。こちらはシマリスのもいちゃんです。本日は最近お目見えしなかった、久々に会った気がします、もいちゃんに。基本的にシマリスさんは中高生なのでお昼に活動してるんですね。で、私がいつもお世話するのが夜になるので生存確認だけ寝てるところを確認してるんですが、今日は起きててくれたので、もいちゃんにもいちゃんの大好きな落花生をあげたいと思います。もい食べる？シマリスがどうやって落花生を食べるのか、今日は動画に撮ってみたいと思います。ちょっとすごい取りにくい位置で食べ始めちゃった。まずはちゃんと殻を剥いております。すごいね。こういう落花生とかくるみとか殻のついているものに関しては、こう殻を剥くのもシマリスちゃんたちの遊びになっております。お、落花生なんか見えてきた？見えてきたかな？隣にいるのはホワイトシマリスのホワちゃんです。ホワちゃん、ちょっともう落花生がないので栗をあげてみたいと思います。入るかな？よし、入った。持ってった。上にいた。ホワちゃんも栗を一生懸命剥いております。あ、もいちゃん中から実を取り出しました。上手ですよね、皮を剥くのが。なんか感心するほど上手。私こんなにうまく剥けないもん。必死。ちゃんと、あ、実が落ちちゃったよ。もいちゃん今実下に落ちちゃった。かわいい。ちゃんと殻を割って、で皮を剥いで実を食べるっていう、すごいですよね。ほーちゃんはどうですか？あ、ほーちゃんも一生懸命栗さんのね殻を剥いておりますね。なんか器用ですよね。なんかこれをね、私はついつい見てしまうんです。上手だなって。たまにね、この大きいのを丸々ほっぺに詰め込んでる時もあります。さあ、もういっちゃおう。この方が見やすいかな。おひげに、かわいい。おひげに殻ついてる。食べ終わった。まだあんの？あ、まだ中身。ごめんごめん、まだあった。ありました、ありました。中身あります。ゆっくり食べてください。どうぞ。あれ、また落とした？詰め込んだ？あ、ないな。詰め込んだ。食べた後はちゃんとね、お手手をキレキレしておりますね。はい、ということで本日はですね、シマリスちゃんに好物の落花生をあげてみた動画でした。かわいい。あ、ホワちゃんもどうかな？どうですか？まだ栗は硬いもんね。ちょっとピントが合わない。栗は硬いもんね。頑張れ頑張れだよ。本日もご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。